そろそろ、兄弟オリジナルさんと変わろうと思ってるんですが、兄弟オリジナルさんおられますでしょうか。はい。でおりは、ます。よろしくお願いいたします。はい、皆様本日お時間いただきまして、土佐先生もありがとうございます。京大オリジナルの川村と申します。先ほど土佐先生の方から簡単にお話がありましたが、今京大オリジナルの方と土佐先生、関係者の皆様とですね、アートイノベーション講座という形で、予定をしております。ちょっとまだ内容が最終調整前なので、少し変動する可能性もございますが、京都大学アートイノベーション講座としてですね、先生からお話のあったアートカルチャーテクノロジーの融合、アーティストの思考ロジックをビジネスシーンへ応用する、そういったですね、2日間の講座を予定をしております。土佐先生からもいろいろお話がありましたが、そういったアーティストの方が作品を生み出す思考ロジックをビジネスシーンに応用するメソッドを学び、実際に座学で学んだりですね、それを実際にアイデアのプロトタイプを研究者の皆様、アーティストの皆様と一緒に検討すると、そういった講座の概要になっております。なので、こういった既成概念にとらわれず、先ほど土佐先生からも最後、面白くないアイデアになってしまうという話がありましたが、そうではなくて、そういった本当にこう新しいものを生み出したい方とかですね、そういったことを挑戦する若手メンバーを育てたいマネジメントクラスの方ももちろんでございますし、さまざまな公募制度を実施しているが、その後のプロセス設計にお悩みの方、アイデアを事業化するまでのことにお悩みをお持ちの新規事業担当の方等ですね、こういった方を対象にした講座を予定しております。当日は全2日間で、実際にアイデアをブラッシュアップする時間なんかも設けております。ちょっと、今、カリキュラムの概要が、もう一回今、調整中でございますが、先生からお話のあった、今、共同研究企業にですね、ご参画いただいている、ご協力いただいている先端企業の皆様からも事例をご紹介いただく、そういったことも予定をしております。で、初日はさまざまな講義とかですね、各企業様の事例、あとは日本の伝統美を知るということで、池坊先生とかですね、重森先生、そういった日本の伝統の中でのいろんなこう事例も知りながらですね、初日を終えて、で、2日目はそれを実際に、アイデアのプロトタイプを皆さんで揉んでいこうということを予定をしております。11月の22日で、人数40名程度を予定しておりますので、2日目の演習というか、このワークの人数が多くなった場合は、2グループに分けてですね、24日、25日みたいな形で、全2日間の講義で、有料の講座になりますが、予定をしております。7月上旬には募集を開始をできるんじゃないかなというふうに思っております。詳細は京大オリジナルと調べていただいたら、ホームページ上で詳細ページも作成をして、皆様にもご案内できればと思っておりますので、ぜひご期待いただけますと幸いでございます。戸先生、補足等ございましたら、よろしくお願いいたします。そうですね、これはですね、いろいろと他の講座も調べてみたんですけれども、例えば山口周さんがやってるのとかですね、やはりこう、やっぱ美学美術史の人が話をするか、もしくは MBA 関係の人が話をするか、この二極化なんですね。で、意外とそのアート&テクノロジーの人が喋ってないっていうか、アート&テクノロジー的なアプローチがないんですね。で、それで非常に独自性があるなと思いまして、やってみようと思いました。で、それからもう一つはですね、やはり凸版印刷の、人材育成の、人材育成の開発センターでやっているところの評価が高かったんですよ。ほぼ90%ぐらい。満足と、あと効果があるっていうことの評価が得られたので、やってみようと思いました。実際少しやったことがあるんですが、京大、なんだ、ELP、エグゼクティブリーダープログラムって言ってですね、1社500万ぐらい使う、取る講座があるんですが、そこで私もアートイノベーションで講義を持っていて、1回やりました。で、そうするとですね、やはり企業さんが変わるとものすごく変わるんですね。で、非常に可能性を感じて、今回、京大オリジナルさんと組んで行うものでございます。以上でございます。
ありがとうございます。京大オリジナル京都大学 100% 出資事業子会社として、先生方の研究成果を講座という形とか、企業様にお届けやすい形で組成をしています。まあ、その中でもこの講座、かなり京都大学としてもユニークだと思いますし、大変こう世の中にもですね、ニーズのある内容で、革新的な内容にできるんじゃないかなというふうに期待をしておりますので、ぜひ皆様に、多くの方にご参加いただきたいなというふうに思っております。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ共有ちょっと停止させていただきます。